木さんね、はい、今回のこの番組を構成をお願いしたんですが、もうそろそろ来るね、彼ね、ことは来るんですが、どうなっちゃうんだろう。どうなるかね、本当に全く未知数ですね。でもまあこっち側でほら、いろいろインタビューとか撮ってあるんで、かなり面白い内容のものを撮れてるから、それをもう素直に彼と言ってて、もうだから作ったって感じじゃなくて、この目標だ、セット組んであるんだ、ラジオなんでね、初めて豪華なソファーとね、なんかこう琥珀用のものもあるし紅茶でしょ、うん、それでまああのテープ聞いてもらってラフな感じで話そうと思うね。あ、ほら彼をラジオの番組長くやってるし、特に新日本生なんかね、だからあんまりね、あの調子にしたくねえなって気がするんですが、ほんとね、経験が豊富すぎるから、やっぱりやるからにはよしと違うことやりたいからね、僕らも。でもいろいろ考えてし、楽しくいくと思うんだ。でしょ、うん、僕がやってんだもん。じゃあ、迎えにでもそろそろ行きましょうか。行きましょうか。どうもこんばんは、お待ちしておりました。奥様の車です。え、白い車、はい、いや恥ずかしいけど結構多いですか、奥様の車に送られる仕事を。たまにね、あの送ってますのが安心して乗ってられます。いや全然、私あんまりね、あの疲れそうな仕事の時は送ってもらわないです仕事が行くのに疲れるから恐怖感先ほどスタンバイも全部終わってまして、あ、何を、もうね、来ていただいて座っていただいて思いつくまま、あ、勤めていただければ、はい、あの打ち合わせもうしません。あ、はい、フリーに行こうかと思う。また飲んじゃった。え、疲れなんですか。休業ということはじゃあ今朝まで。そうさっきまでって言ってました。でもちゃんとお高いお借りなんですか。一応ね、気がついたのね、家帰ってるしね、そういうとこすごい偉いんだなって。偉いですね。なんて、自分で言ったんですか。逆に寂しいとかありませんか。なんでやっぱり家に帰るのかな。いや、いいんじゃないかな、安心して言えるっていう。どこ行くか分からなくなったら安心して言えないし。あ、それね、やっぱり何階ですか。6階です。すいません。で、昨日風呂も入ってない、昨日雨降ったでしょ、うん、で、ディスコ行ってたのね、うん、で、その後雨が降ってんだけど、もう今六本木はさ、濡れながら大歌歌いながらさ、ジンさんと肩組んでさ、赤じゃないですか、大声で歌いながら一緒に濡れんなくて昨日倒れた。本当に、うん、タコの倒れるぞとかから、いいよとかバターンかだったよ。聞いてるやつが変わったなと思ってさ、店間違えたと思ってさ昨日行ったの偶然、うん、前田陣と陣と、うん、本当に朝まで飲んで、うん、今その話したのよ。本当に、うん、ディスコ行ってさペパってそれでさ、その後雨濡れながらさ六本木の街をさ、うん、大声で大歌歩きながら酔っ払ってバーガーとか言いながらさ今来たら真っ暗でなんかピアノの音聞こえんじゃないまあ頭の地上冗談ひどいみたいなさ酔ってんのかなみたいなでもいいでしょこの感じ。ありますよ。いいね。うわー、なんなのNHK か。拓郎105分今なぜ拓郎か急にね、なんでかな。バシバシ行かないと。わかんないね。だからこの間武道館やったでしょ、うん、でその時もほらやっぱりもううるさいし、男がわい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 ね、もうあいつは何しに来てんだろうとかね
思ったりして、俺なんかこうねお祭り気分のこう持ち上げられてるだけかなとかね、いろいろあるね。でも前のあの感とちょっと違ってるしね、あの若い女の子なんかも来てるしね、12、3ぐらいの12、3、うん、本当に、で話聞いたらね、まあテレビとかラジオかなんかで曲聴いたんですって、最近、うん、最近の曲を。たらちょっといいなと思った。そして武道館に来てみて、ちょっとで武道館に今日来てみてね、まあチケットよく買ったなと思うんだけども、来てみてよかったらのめり込むかもしれないみたいなこと言ってるんですよ、ユミさんの方がね。だから今あのちょうど自分たちが自分が好きな曲なんだろうなって選んでる時でしょ、うん、ミーハー的にパッといくかもしれないけども、うん、そういう時に拓郎に目をつけるっていうのはやっぱりなぜかな、まるっきり先見の目がない本当質は変わってましたね。そうかな、うん、見えないですよステージからなんせとにかくうるさいなと思って、俺の客どうしてあんなうるさいのばっかりいるんだろうと思って、ね、自分で全然もう話すあれも何にもないもんね、うん、だからなんせめざといんだよね昔はめざといんだよ、嘘つけ前からほら5番目の女お前じゃないかよく言うよ、コンサートとはそういうためにするものなんですか。いや特にバンドの人はそういうのを考えてる。さっき言ったら披露したよ遊びに行ったってバンドの人はね割とねあのステージの上からね冷静に見てみた客席で、僕は一生懸命歌ってるからのめり込んでるから音楽にピカピカ光るのつけてねちょっと間違えたかな、そうなってね、いいじゃないよほっといてそっとしててよ、いくつなんだいいじゃないヒロと、うん、あの同じ違うだけよだから同じよ24? 24あ、そっかじゃあ21だヒロさんとはどっからの付き合い？どっからなったら六本木からなんですかねあのね新六門線っていうグループをね作ろうっていう時にヒロは僕は見てたのは岡林のねバックやってるの見てて柳田ヒログループっていうので3人でやってたじゃない、高中がベースにいてリードベースっつリードあの頃からあいつリードだったじゃない、大体ベースのくせに。だからそのバンドを見ててね、あのキーボードうまいなうまいなと先に言うなよ、うまいみたいだねっていうふうに小室さんに言ったんですよ小室さんにね、たらうまいよって言うから、じゃあ小室さんに紹介してくれって言うんで3人で酒飲んだね最初、うん、ですぐ酔っ払っちゃってね、でやろうってことになって何でもなくなってた。ちっともね尊敬するほどの人間じゃなくてね、最初ちょっと近寄りがたい人かなと思ってたのよ。全然最初からもうね、酒は飲むわ騒ぐわ、それからねずっと延々ね付き合って、後半もやってらんないっていう感じがしてねいろいろね、なるほど、私生活まで飲み込んでしまったもんでぐしゃぐしゃで行きますか。そうですね、あのさっき言いましたようになぜ今拓郎俺なのかというのを今日はメインテーマにしたいということで、うまくいけるかどうか分かりませんが、はい、コマーシャルが、ね、じゃあコマーシャル行きましょうか。荒れ果てた未開の荒野、荒涼たる平原に挑む男、人はそれを無謀と言い無茶なことと諭す。だからこそ突き進むのが男、放っておけばいいではないか、のたれ死のうとそれも運命、走ればいい行き着くところまで、拓郎君はランナー。西岡隆から拓郎へ。拓郎君、あなたはですね、僕はまあつい最近去年ぐらいにお会いして、親睦を深める形になったのですが、飲んでなぜか二人で涙をこぼしたりなんかして、本当に短い間だったのに急になんか、あるるつぼに吸い込まれたという感じがして、僕はとても気持ちよくお付き合いができたという感じなんです。そしてその中で、何なんだろうなこの人はっていうふうに考えた時に、とってもありきたりですけども、
とっても優しい人だなっていう感じがしました。音楽家としてのあなたについてですが、僕も曲を作ってまして、今も悩み続けておりますが、みんなそうだと思うんですけども、人の作った作品というのはあまり信用しませんで、自分のが最高だと僕も思っておりまして、多分あなたも思っていると思います。そして、僕がすごく望みたいというか、そうしてくれたらいいのになっていうことなんですけれども、最近とってもバックミュージシャンがたくさんいて、とてもビッグで素晴らしい、アレンジの音が前に出ておりますが、僕はなんかあなたの弾き語りで一人で歌ってる雰囲気がとってもあなたのその声が聞こえてくるっていうか、あなたの歌が聞こえてくるっていうところでとても好きなので、できればビッグもよろしいですが、一人でシコシコとというのも聞かせていただきたいと、音楽的な値として考えた時に僕は、ひょっとしたら一人で弾いてる方が大きく聞こえるんじゃないかなと、PA の関係じゃなくそんな風に思ったりしております。さあどうでしょう。いや、西岡さんは前からねよく知ってる人だったんだけども、話す機会なくてね、全然同じように10年ぐらいやってるんだけども、お互いにあんまり話す機会なくて、だから昔はみんな集まってやるコンサートなんか多かったからね、だから楽屋なんかでこう一緒になるんだけどあんま話す気がなかったんだけど、去年さっきの話みたいな小室仁志とね3人で10年目のギターですね、それがきっかけで、ちょうどヒロと知り合うみたいな感じでやっぱりね飲みながらこう接点を深めていったみたいな、大体飲みながらなんですね僕の場合は、みんな飲んでない人嫌いっていうね。で今とても優しい人って言ってましたけども、どうですか、そう自分でそういうふうに思うかどうか。男には優しいですよすごい、だからすごいねいいやつだなと思ったらね、その人には優しくしたいなと。まあ、それは嫌だよね昔から。ありがとう。で嫌なやつだなと思ったらとことん冷たくするっていう。じゃあ男っぽいのすごく、めちゃくちゃに、じゃあ豪傑なのね、いわゆるね。ケツが豪なんだ。そこのあのね、嫌なやつと嫌だなという基準なんかあります？自分中心だから、自分についてきてくれる人はみんないい人なんでね。僕のこと分かってくれる人ってのはみんないい人でね、分かってくれない人は最悪なやつっていう風にね。すごい勝手なんだよ、だから。だから西岡さんのことはあんまり考えたことなくてね、自分のことしか考えてないわけよ。で西岡さんが気遣ってくれてるなと思うと、あ、俺に好意があるんだなとかね、だから自分中心で。だからあんまり西岡さんのこと優しくしなかったなっていう反省は今、今年から西岡さん優しくしますから。涙はやめようっていうのは言ってましたけどね。ああ泣いたわけですか。よく泣くんだよね、本当に信用しちまうとその男、ヒロの前でも泣いてことは。割と平気で涙見せちゃうみたいな。平気でって言われるとなんかすごいね、切相ないみたいだけどさ、すごいさ、そんな癖じゃないの涙って。いやむしろほら癖になっちゃったとまずいからさ。見た感じはさ、涙は人に見せないみたいな部分を感じにするんですけどね。結構泣くみたいですよ。泣き情報かな、酒飲んでやっぱり、いや違う、正直なの、そのままストレートに出ちゃう感情が、ね、それはあるよね、あんまりだからこう今日こういうことがあることを思っててね、そのことがこう頭にずっとあってね、お腹の中に回ってさ、で、まあ、お酒飲んだ勢いでさ、ちょっとこうこの辺までこう込み上げてくる音、もう止められないわけよ。もうずっとそれを口に出しちゃって、で自然とポロッとくるとかさ、自分でも感動したりするわけね、自分に。なんて素晴らしいやつなんだろうとかさ。そういうのがさ、他人から見るとさ、なんかいやらしいよね。だってさ、酒場で泣かれちゃったら腕つかんで泣かれちゃったらさ、困っちゃうよね。いやでも分かるのよそれが、で、その実際さ、正直に本当に喋ってるでしょ、だから本当分かるのね。でも困ったことない、ヒロの手握られてさ。別に困ったことない、君は素晴らしいみたいな。逆にこっちもほらその気になっちゃうじゃん、僕も。なんか泣いちゃうわけだ。逆にその気になっちゃうから、うなっちゃうわけよね、僕なんかね。なるほどね。弾き語りがいいっていうふうにね、彼言ってましたけどね、それは割と多くの意見があると思うんですけどね、その辺は。だから今一番好きなものをやってればいいと思うから、そのことに関してはね、だからステージに関しては、だからギター一本でっていうのがいいなと思い始めたら、ね、そうなるかもしれないし、今はとりあえずね弾き語りも好きだけど、
やっぱり後ろの音があるのがすごい好きでね。例えばじゃ あのジャズのビッグバンドとかフィルハーモニーみたいなのでやってみたいとか、うん、そんな風に思うことは そこまでいやちょっと無理みたい歌唱がついていかないから。でも打楽器わーっと並べてやってみるとかね、そんなの夢ないですかね、うん、そういう。いや、まあ、あのねバンドに関してはね昔のビッグバンドを作りたいっていうのは夢だったんだけど、悪いことに譜面が書けないんで読めないじゃん、ダメだって言われたね、はっきり背負に背負に言われた、ダメよあんたって言われたから、ろくな音楽仲間いないんで、それで足ばっかり引っ張りやんないつら才能ないんだからやめとけなんか言われてさでもさ最初さあれなんだっけ、ギター一本からさ、うん、なんだっけ後ろにさ、うん、何リズム帯なんかついてさ、うん、来ると なんか違うね雰囲気的に。でも俺はさ元がロックだから、ロックなんだ、うん、だからねバンドっていうのは好きだよやっぱり。あそうなんだ。だから新緑もせもさ俺歌いたくなかったわけじゃない、俺って、うんうん、バックやりたくてしょうがなかったわけだからさ、小室さんを立てといて、うんうん、後ろでギター弾きまくるっていうのが好きでさ。あ思い出した、それでもってさリハーサルスタジオでさ、うん、どっかな忘れたけどドラムを叩いたのよ、うんね、自分だってエレキ弾いたじゃないかいやそうだけどさそれも人前でいいかげんでさそしたらさドラムがバシッと決まってるわけよね、うんうん、だこれちょっとやばいなと思ってさ、こっちもさあれと思ってそしたらドラム やってたって言ってたんだよね。そうそう、あそしたらさバンバンバンってさしっかりさ決まってるからさ、うん、あそれヘビなのよね、うんとあれまずいなーなんて思って、まあ、ちょっとやばいなと思ってこっちちょっといかんなことやちょっと言われるなと思ってあったね、本当あったねこれは。あそうだね、うん、あじゃあその時初めて知った時、うん、その時初めたの才能を、うん、隠れた才能で、そのロックやってたっていうの知らなかったから、うん、ちょうど遊んであのみんな楽器持ってね、うん、やってる時にね、うん、やったんだよねその時にじゃあ感謝状、そうですね、西岡さんからの感謝状いただきましょう。感謝状吉田拓郎殿、貴殿は大型の歌詞カードの発明に多大な功績を挙げ、歌詞を覚えきれないシンガーの発展に尽くされました。よってここに感謝の意を表し感謝状を送ります。なおマイクは食べないでください。1980年8月10日、マイクよりも冷ややっこの好きなフォークの青カビ西岡隆ということなんですけど本当に歌詞覚えられないね。今でもまだ一曲も覚えてないもんな、まだダメだよね。よく言われるよね、だテレビによく出てる人なんかね、あずさみちおなんてものすごいからね、何を芋とか言われるわけなんだとか言ったらさ、私たちはちゃんとあってね歌詞覚えてんのよってさ、あんたらいいよって言って俺ら曲が多いんだからとか言ってさ今も説得力ないみたいなねみっともないよねとか言うわけよ。確かにみっともないんだねあれ、今思うとね、的にはテレビなんかがこう発達で、うん、俺らテレビあんまかけなかったからさ、テレビ出るとなると恥ずかしいねやっぱあれあると。で今やっぱり歌詞カード持ってる人多いでしょ。そうでもね、やっぱそれはあれ、ね、フォークとかニューミュージックってやつはさノートなんか持っちゃってさあれはすごいんだよね。これ見たくやっぱ一枚一枚捨てていくっていうのがすごいんだよね。そうそう、あ捨てるのがね、うん、最初のノートになってる。あ、そうだ知ってるじゃない、知ってるよ、知ってるよ。最初ノートだ、勝つな、ありだな最初ノートだよ。あの譜面をねパーッとこう投げるでしょ、曲あると、うん、あれはいつ頃から始めました、意識して始めました。あれ、妻声のちょっとぐらいかな、あの辺かな、その辺かですか。あれかっこよかったんだけど、一回ね、捨てるのに次の曲も捨てちゃったヘロイニーブあれはすごいじゃあこの辺であの一曲聴きたいんですけども、そうですね、あの今日マネージャーの渋谷さんにも持ってきていただきます。だっての武道館のねライブテープとあとシャングリラのレコードを用意してあるんですが、うん、まあ何曲かかるかわからないんですが、最初どうしましょう、はい、どれからいきましょう。何でもいや選曲してくださいえあなたの105分間ですから。あ、はい、武道館のやつ何があるんだろう。渋谷さんすいません、曲名は喋って、あこっちで来る、なんか行く、はい、マネージャーただほら武道館のは曲が長いでしょ。長い長い、全部長い。じゃあ絞っちゃったら途中で、うん、いいですか、うん、じゃあ曲決めてください。とりあえず今の曲譜面をパッと投げるとこを思い出しながら、うん、じゃあねファミリーの後半から出してもらってね、後半、うん、あの髪を投げるっていうところを思い浮かべてもらうってことでさ、うん、ファミリーの後半から春だったねの頭の方だけでさ、いいんじゃないですかね、メドレーになってから。ここあ
時間大体わかるよ。わかんない。あ、ではこの辺でまたコマーシャル行きましょう。ダメな人はかわいい、ダメな人はかっこいい、ダメな人は素敵だ。そんな神話を作ったのは誰？世の中にはいるものよ。街の居酒屋で飲んだくれて喧嘩してるようなダメなやつが、いつまでも子供のやつが。タクロー is hero as outlaw。 小室仁志から拓郎へ。拓郎っていうのは人間としては完璧に落ちこぼれだと思います。で、まあ音楽なんかこう志したりするっていうことは拓郎に関わらず大体落ちこぼれが多いと思うんですけれども、拓郎にはもう特にもう本当にそれこそ完膚なきまでに落ちこぼれだと思いますね。僕も割と落ちこぼれだと思いますけれども、拓郎から比べれば相当社会性があるし、拓郎はもう社会性全くゼロですから、そういう意味でなんかこう、一社会人として人と一緒になんかこうやっていくっていうことはまずできない人なんじゃないかなと僕は思いますね。じゃあなんで例えば僕なんか付き合い続いてるのかなと思うと、やっぱりこれはもう手垢にまみれた言葉で嫌いなんだけど、あいつは最終的になんか優しいっていうか思いやりがあるところがあって、それはやっぱり彼のそのなんか落ちこぼれとしてのこうコンプレックスから来るなんか、人って寂しいんだなっていうことが感覚的によく分かってる人間なんじゃないかなという気がします。まあ吉田拓郎の親になる人がいるとすれば、本当に不幸なことだと思うんですが、まあ幸か不幸か、お父さんは亡くなられてしまっているわけで、本当にメイドで何と思っているのか僕もよく分かりませんけれども、
まあ本当に困ったもので、もう親としてはもうこの子供はもうなんか褒めるところはない、叱るしかない、もうあそこを叱りここを叱りで、子供の方もその叱られることをもう快感に思ってるんじゃないかっていう、もうただひたすら親に叱られるのにはどうすればいいのかっていうふうに彼は暮らしてるんじゃないか、まあ、そこがまあ良いといえば良いというところにもなるのかもしれないですけれども、まあしかしあの出来の悪い子ほど親は可愛いもんだっていうようなこともありますから、まあそのたくさん叱るところもあるんですけど、それをちょっと全部削り取って最後に残るとすれば、そうですね、あの酔った挙句にですね、あのこれだけは言わないようにしてもらいたい、お前俺をなめんなよお前っていう、この一言だけはもう言わないように、あんたが思ってること偉くない、これを僕は言っていきたいと思います。今いろいろ言ってましたけど、社会人として完璧に落ちこぼれたというようなことなんですね勝手に決められちゃってるんだよいややっぱあの落ちこぼれっていうのはちょっとわからないけどね、うん、でも音楽をなんかやるのってだって不良がやるものだっていうさ、うん、あの感じがあってね、健康優良児とかね、うん、とこのボンボンはさ音楽なんかやらずに勉強するっていう感じがあって、ね、だギター弾くことはすごい悪いことだみたいな感じがあったから僕の時代は、うん、だからそういう意味じゃはみ出し者だったしね、うん、あの近所でもね、だギター弾いてるっつんで親はすごく恥ずかしい思いをするみたいなね、そういう環境だったから、そういう意味じゃすごく音楽はあの頃目指したりするっていうのはね良くないことでさ、だからどうしてもはみ出し者の道の方へ走っていくわけでしょ。あとまあその社会的に落ちこぼれとなると、あの いわゆる一般社会っていうのがこう常識みたいなものがあるとしたらね、その中にはなかなか入り込めないなっていうのはもうね30年生きてるんだからほぼ納得ですけどね。言って小室さんも相当落ちこぼれたと思うけどねかなりねなんか自分だけすごい社会ではね、今度立派しの人間だみたいなこと言ってたけどねそんなことないような気がするね。割合その辺は類や類を呼ぶからね、だから大体このやっぱりコメントを今日なんかくれてる人たちはみんな落ちこぼれてるんじゃないかねやっぱり寂しいんじゃないみんな、なんかそばにいてほしいんじゃない俺にそんな決してならないんだよね、免罪符みたいなのがあいつら俺がいいって言ったそういう言って自分をなんかこう正当化してるみたいなね。でその今なぜ拓郎かっていう部分でね、その今言ってたその毒みたいな部分でね、そのまあ今若い人たちいっぱい出てきてもやっぱり拓郎だみたいなところにはね、その辺があるんじゃないかと思うんですけどね、毒がやっぱ薄いような気がしないでもないんですけどね。そうでも昔、まあ、10年前とほら世の中も変わっちゃってるから、今みたいな世の中で相当ケバケバしくね、もう爆弾が抱えた人間みたいな感じで生きていくっていうのはすごく至難なことだしね、でかっこいいことでもないしね、昔はかっこよかったけども今はなんかもっとクールにやってる方がいいみたいな感じもあるしね、冷めてる風な方が、だから10年ぐらいの前ってやっぱこう燃えてる時代だったから世の中がすごく、まあ燃えてないでしょ何事にしてもね、だからやっぱりみんなそうなっちゃうんじゃないかな。でもやっぱり若い人でも誰っていうことはあんま言えないけども、すごいのもいるよね、やっぱすごいガッツ持ってますもんね。グダイさんさ、この録音を撮る時のエピソードがあったでしょ。なんだっけ、やっぱ小室さんが言いにくいっていう部分があったんで、小室さんと会ってね、まあ、私がのこのこ出るんですけど、って言ったんですけど、やっぱり本人目の前にしないと言いにくいって、小室さんとはしょっちゅう話してるでしょ。普段もそうだし、ラジオの中でもそうだし、まあ、テレビなんかもね、まあ、話してるし、もう年がら年中って感じだし、今みたいな話は結構出てると思うんですね、で小室さんも困ったらしいの、1時間以上考えたんですね何を言おうか悩みまくってね、やっぱ本人目の前にいないと言えないし、なぜかっていうと何か一言言ったそのリアクションでね、拓郎さんがまた違うこと言う、それに対してまたやってくやってくやってくっていうことで怒りもするし、分かり合いもするんでね、やっぱり一方的に目の前にいないで世の中やりにくいなみたいなことです。目の前にいたら俺のこと優しいなって絶対言う人間じゃないな、あのとこは、そんな思ってないはずだから、すごいなんかかなり小室さん初めてよ、あの人から優しさを持ってるなんて言われたの、いつもどんな話冷てえ野郎だなこの野郎って言われてるしねいつも俺
お前さえいなければ俺はもっと幸せだったとかね言われてるしね。だからかなりなんかこうね優しいなんて言われたらちょっと気持ち悪いな。でも聞いててもすごいあったかい。死ぬんじゃないかなあの人もすぐ。遺言だね。遺言遺言遺言だ今のこっちからのその、ね、の質問でね、やっぱり親になったとしたらとかね、親の立場でとか、ね、そういう質問があったからやっぱりややそういう気持ちになったのかもしれないけどね。ああ、うん、今ねそういう家族の家族構成とかね、家族っていうテーマでね彼といつもやり合ってるわけ。で大体いくつとか一箇所なわけ。くだらないっていうね家族ってのはくだらないっていうね。だからそういう話はこのところ1ヶ月ぐらいずっとやってるからそうなっちゃってんじゃないかな。その辺はどういう意味なんですかね。めんどくさいことなのね、親とかあの兄弟とか子供とかね、そういうつながりっていうのはすごくさ、うん、まして神さんなんか本当にこうめんどくさいものです、うん、存在としてね。だもう親だ兄弟だみたいな問題がやっぱ起こってくるわけでしょ、うん、年取ってくると。でやれ誰が引き取るだとかさ、長男は誰だとかね、家族の構成の問題出てくるしね。そうなってくるとさ、もうでもだからっつってやっぱ避けては通れないしね、絶対にね。でもやっぱ避けて通りたいの本音は、うん、いらんもんだっつってさ、もう俺は俺一代のもんだっていう感じがあるんだけどもさ、やっぱそうかっつってやっぱりね、親が死ぬと なるとさ、その時やっぱり行くんじゃないかと、ハサさんに言うんじゃないかっていう気もするしね。難しいよね。だから一番こう難しいんだけど、やっぱり一番嫌な問題でね、考えたくない問題が家族の問題じゃないかっていう、ね、ことですごい一致してるわけ二人 で家族をなすすのは大変だって言ってさ、それやっぱりどっか落ちこぼれと関係があるとかね。あるみたいね、うん、だからすごくあの落ちこぼれじゃな、そういう意味での落ちこぼれじゃなくてね、家庭円満ないうちっていうのはさ想像つかないわけね僕らには、うん、僕とか小室さんにとっては何なんだろうっていう、逆に気持ち悪くてさ、そういうなんか打算とか計算が入らない家族っていうのがあるとしたらね、ないんじゃない。あんま家族なんてね、ないよね。だけどあの深夜放送でお父さん亡くなった時、僕たまたま聞いたんですけどね、うん、その時は凄まじいパワーっていうかね、うん、親父に対する気持ちみたいなものがね、うん、ゾクゾクするぐらい伝わってきた時、そういう記憶があるんですけども、ね、うん、だからやっぱりそうやってね、うん、この生きてる時はさ何でもないっていうようなね、うん、ことだったらやっぱり死なんてことになってくるとさ、それはやっぱり避けて通れない問題で、やっぱり長谷さんじるだろうっていうことは一致してるわけね、小室さんも僕も。どうしそうなっちゃうんだろう。吉田拓郎殿、貴殿は、いち早く警察関係と接触を持たれ、離婚をされ、酔いつぶれ喧嘩をして、後の続くいろんな人間たちが生活しやすいような状況を切り開いてくださいました。よってここに感謝の意を表明して感謝状をお送りします。1980年8月10日適当な井上陽水。拓郎105分。今なぜ拓郎か。西岡隆から拓郎へ。あんたはですな、どう見ても私どもから見まして、最後の今世紀日本で最後のフォークランナーではないかというふうに思っておりまして、ですからランナーということはフォークでランナーですから走ってもらわないかと、誰に何と言われようとですね、また一人になってたとしても走り続けてもらわないかんと、私どもの方は、遅ればせながら走らせていただきますが、決して最後は一人にいたしませんから、もう思いっきりとことん行きたいとこまで走っておくなれ。西岡さんも小室さんもやっぱ僕にとっては少し先輩ですからね。だからそういうそのある種のこうなんていうのかな、ちょっと僕よりか上に見てる部分が僕の中にあるから、先輩っていう意味で、間違ったことをやってない二人だっていうね、すごく僕はだからそこはすごくいいんですよね、波長が。だから何か一緒にやったとしてもあの二人だったら大丈夫っていうさ、こう見えるわけね姿が。じゃあ信頼できるかできないかってことになってくると、小室仁とか西岡隆っていうのは大幅に信頼できる二人だっていう気がしますね。ダウンタウンファイティングブギウギバンド、宇崎竜童から拓郎へ。ダウンタウンファイティングブギウギバンドの宇崎竜童です。
ほとんど年が同じなのかな、僕は21年の犬同士で多分同じじゃないかなという感じがするんですけど、そういうことからも、ほとんど会ったことがないのになんかとっても近しい気持ちがすごくあってね。で去年そういえば、暮れに会った時に、俺たちのバンドは今までの7年間やってきた曲を全部オクラに入れんだけどって言ったら、いや俺も捨てるんだって言って、で実際に今年渋谷の公会堂でね、コンサート見せてもらったら、ほとんど去年の曲を何曲かやっただけで、それまでのヒットソング全部 やらないでね、あんだけのステージやったっていうことのやっぱりすごい迫力があって、でも俺たちも同じことやっていながらどうして吉田拓郎のツアーにはあんだけ人が集まってダウンタウンには人が来ねえんだろうなっていうひがみみたいのもあって、そういうことからそれやっぱりでも吉田拓郎というのはすごく精神的にはね非常に見えっぱりで、もしかしたら本当はものすごくか細い人間なんだけど、それをこう見せないようにするために非常に強ぶってるんじゃないかっていう、そういうところがなんか似た部分なんじゃないかなっていう感じでね、非常に共感を持つわけですけど、やっぱり僕よりも何年も前にデビューして、そしてあんだけの力強いパワーを持ったメッセージをね歌い続けてるっていうことで、僕は同じ年でありながらライバルとかいう言葉は使えません、非常に尊敬してる部分もたくさんあります、これからもパワーのある歌をどんどんどしどし歌ってっていただきたいと思います。お互いに違うところで闘争本能みたいなものをむき出しにしてやっていきたいと思うんで、頑張ってください。オフコース小田和正から拓郎へ。僕らもよくオフコース10年になりますねと、去年あたりちょうど10年目だったね、10年10年と言われて長い間苦節何年とかね、そういうのは全然言われてもピンとこなかったことだし、やっぱりこれからどういう曲が書けるかっていうことが一番重要なことでね、僕の前にまたその以前と同じように、あ今の瞬間の拓郎がかっこいいとかね、そういうシーンをチラッチラッとこう何回か見たいっていう、この前ちょっと前にヒットスタジオかなんかに出た時もすごく期待して僕はテレビ見てたんですけども、その時はなんかこう期待したものが見られなかったっていうような気がするんでね、僕は見たいですね、そういうシーンを。宇崎はねすごく同種の人間だと思ってるね、僕は。完全な落ちこぼれもね、彼も、うん、完璧な、だから落ちこぼれって小室さんがさっき言ったんだけども、そういうジャンルの人だよね、宇崎竜童っていうのは完璧に仲間、仲間っていうか、まあ、そんなその俺たちは仲いいなっていうのは仲じゃないけども、黙ってて分かる人っているでしょ、うん、こいつも結構背負い込んでるみたいなさ、うん、まあ自分に主体が切れするとかさ、そういう部分でなんか近しい部分もあったりするし、年齢的なものもやっぱりこうちょっとさ共感したりするし、あとやっぱり一生懸命汗をかいてるよね、うん、あいつは。そういうのってのはまあ無条件でいいんじゃないですかね。でもやっぱりこう落ちこぼれてて悲しいなこの男っていうのがね、あるね、宇崎竜童っていうのは顔を見ててとにかく悲しいし、後ろ姿見てると寂しそうだしさ、で肩を見てるとなんか重そうだしね。小田さんのかっこよくいてほしいという、そう、それは小田は一つだけだから、ずっといろんなことをさ言って、まあ皆さんありがとうって感じはあるけども、小田は僕を知らなすぎると思うね、うんうんうん、小田は僕をよく見てないと思うな、うん、つまり見る時間がないんでしょ、自分が忙しいから。僕は今小田に言われるような感じじゃなくていいと思うな、すごく思ってるんだよね。つまり小田が見たヒットスタジオが良くないって言うんだったら僕のステージはすごくいいと思う、うん、で小田はやっぱり俺のステージ見に来なきゃダメだなテレビじゃなくて、うん、テレビじゃなくて、テレビはだって小田は出ないんだから、うん、出てから勝負しろっていう感じでね、ライバルを不幸せだよ今年は高い声出すぞ、高い声ちょっと出すぞ今年は。サザンオールスターズ桑田佳祐から拓郎へ。まあ今後は
拓郎さんとどっかでまたお会いすることもあると思いますけども、僕は結構本人なんかに会ったりするとすごく緊張しちゃったりする方なんで、まあよくわかりませんけど、でも例えばね、それがステージ一緒にジョイントのステージなんかやるってことになったら非常にいい巡り合わせじゃないかと思うんですよね。まず街でばったり会ったりとか、誰々ですって紹介されるっていうのはあんまり好きじゃないし、なんかあんまりうまく言えないだろうから、なんか番組かなんかね、 NHK の FM かなんかのこう公開番組っていうんですか、ああいうのでステージかなんか共にできたらいいと思うし、さっきボブ・ディランってこと言いましたけど、僕もボブ・ディランってのはね、吉田拓郎さん好きもしませんけど好きで、あのロックっていうかロックンロール魂っていうか肺活量っていうかね、体力っていうか、そういう意味で吉田拓郎さんとね、ステージの上でどっちが体力があるかで、どっちがプロレスやったら強いか、僕もプロレスに自信があるんです。ですから僕は喧嘩は弱いですけど、プロレスには自信があるんです。だからちゃんとルールを決めて、きちっとしたそういったルールの上に乗っ取って、レフリーもいてもらって、プロレスやったら僕はまあそれはステージの上であろう、音楽であろうと、それはプロレスであろうとね、僕は彼にカナディアンバックブリーカーを決める自信があります。まあ大体彼はすごくまあいろいろね、その雑誌なんかで見る彼の目っていうのはすごく純粋で、とても素晴らしい人間だってことは分かる気がするんだけど、だからこれから今後はね、共にもっと体力をつけた上でお会いしたい、そこで一つこうね、取っ組み合ってみたいと思います。はい、意識してる桑田君から。そうですね、プロレスね、彼女は今ユーミンがすごく頭のいい人ねっていうふうにね、いや喧嘩では負けるかもしれないけど、プロレスだったら分かんないっていうのは、すごく喧嘩とプロレスが違うっていうことがね、よく分かる気しない？なんかこう、そうだろうね、やっぱ音楽ってただほらアマチュアの時にさ、ジャンジャンジャンと音楽やってるのと、プロになってね音楽やるのと違うから、やっぱりルールのある喧嘩だと思うからね。そうね、ルールのあるっつうのがすごいしもかったね。あと今のはね、音楽的な部分も含めてね、挑戦状というふうに受け取るんですけどもね。それは大変なことですね。挑戦状っていうのはさ、受け取った以上は勝つつもりでやんなきゃいけないでしょ、桑田君に勝つってことは大変なことだと思うね今、さっき話したように今は勝てないかもしれないっていう気がするわけね、正直言ってね、だからどういう部分で勝った負けたをその判断するかってことになると、これはまたかなり問題あるけど、まあとりあえずこの自分で思ってる勝ち負けの基準があるとしたら、その中では負けるかもしれないっていうさ気がするのは桑田佳祐だけだから、今はしないかもしれないですね僕は。でもね、拓郎ね、負けたら困る人についてはそういうふうに言わないからね、自分でもうジャンルが違うって分けてるよね。だから認められるんだから、だ、ね、本当に性格的に こいつは困ると思ったらね絶対言うもん。レガーでもストレートファイティングだから、そう、あ、そうね。彼は酒飲むかね、どうかな、それちょっと調べててください今度はね。一回やりましょうこれね、ね、弱して勝つんだろう、いけたから。できれば NHK でやりたいですね。今なんか NHK でつこいつだね、ぜひやりましょうよ。そうですね。そうですね、前向きに考えましょう。やっぱり突っ走んなきゃ。そうね、走ってるんですけど今でも一生懸命ね、逃げ腰にならないで絶対。そうですね、さっきうっちゃりが得意じゃないですか僕。土俵際まで攻め込まれるっていうのがね、快感ないよ、まあ、しびれないかな発言が。ちょっと酔ってきたかな。一応最後に番組らしくご挨拶なんかを。あ、そうですね。一目 NHK と思えっていう感じが。僕は NHK に対してやっぱしこりがあるわけさ。歌、なんつうの、ほらオーディションがあるじゃない、俺あれ受けてるんだもん、ロックとされちゃったのね、簡単に、それ見ても簡単に歌い始めて1章ですか2章ですだよ、
これこそは当信じる、ブーってブザーが鳴ったんだ俺の時他のやつはブザーならないんだよね、ありがとうございましたって言われるわけ、俺ブザーになっちゃったの、すごい屈辱でさ、あれ参っちゃったのね。私だって5回ぐらい落ちてんだから。あ、落ちた。浅田美代子か。あいつは記者会見やって落ちるために落ちるために記者会見やってんだ、あれだからね珍しいよね。でもほら今日みたいにさ、いろんな人出てきてやっぱり自分について言ってくれるっていうのは嬉しいもんだよね。嬉しいよ。今日の人生割と良かったでしょ。みんないいこと言ってくれて本当に嬉しいですね。皆さん、あの本当にお忙しいところ時間を割いてもらって、いろいろコメントありがとうございました。あの深く反省しております。これからの人生の礎として今の言葉をね、生きていきたいと思います。当分まだ生きていようと思いますので、邪魔しない程度によろしくお願いします。ありがとうございました。どうもお口を口でユーミンでした、ね、頑張ってください。頑張りましょうね。そうですね、はい、あの柳田博です、結婚するんだって。あーそうかそうかその間をぐしゃぐしゃにしちゃってどうもすいません。さあ吉田君です、あのどうも長い間ありがとうございました。あの拙い人間ですが一生懸命いきますので、よかったら応援してください。拓郎105分、出演吉田拓郎、松任谷由実、柳田博、声の出演西岡隆、小室仁、サザンオールスターズ桑田佳祐、オフコース小田和正、ブッカー・ティ・ジョーンズ、井上陽水、ダウンタウンファイティングブギウギバンド宇崎竜童、そして富田恒生、北浜春子、音楽柳田博、演奏阿部良一、高杉昇、本田達也、柳田博、恒生宇野木雄一郎、ミキサー石塚徹、太田隆俊、湯川豊か、録音 NHK スタジオ60、1980年7月25日。